と貴様はこうして戦っている。戦っている時こそ貴様も俺も充実しているのではないのか。俺と貴様は同類だ。戦場でしか己の存在意義を見出すことができんのだ。だから俺は戦う。貴様と戦って意義を見出す。ウーフェン、正義を確かめるためならば俺は悪になる。皆さん、もう俺たちの戦争は終わっている。そこだ。見切っている。ウーフェン、トレーズはもういない。トレーズはお前が倒したんだ。違う。俺は今でも奴と戦っている。には変わらなかった。何も変わらなかったんだ。皆さん、命なんて安いものだ。特に俺のはだ。お前が戦えば戦うほど平和の犠牲が無駄になっていく。もう気づいているはずだ。俺たちの戦争は終わっている。だから戦士はいらんのか。戦争のためだけに生きた兵士は切り捨てるのか。兵士は平和のために戦ってきたはずだ。今ここにある世界を信じてみろ。俺は兵器として扱われた人間たちの代弁者だ。俺は貴様を含む兵士全てのために戦っている。ウーフェン、もらった。皆さん、問題はない。このままだとまた俺たちのような兵士が必要となる。どけ。こうして戦っている時こそ俺と貴様も充実しているのではないのか。俺はイリーナ・ピースクラフトを認めない。兵器を捨て兵士を封印すればそれが平和だという考え方は間違っている。だからマリーメアの独裁を許すというのか。それが戦う者の魂の拠り所となる。読めているぞ。もう俺たちの戦争は終わっている。そこだ。本当の正義を見せてみろ。皆さん、悲劇という名の歴史は繰り返させない。沈め。やってくれる。それでこそ唯一俺が認めた男だ。このままだとまた俺たちのような兵士が必要となる。邪魔だ。もらった。
何をやっている。戦うことしか俺にはできない。だが悲劇という名の歴史は繰り返させない。このままだとまた俺たちのような兵士が必要となる。沈め。なんだ。もう俺たちの戦争は終わっている。兵士が必要となる。ルフェ、今はそれでいいかもしれない。だがマリーメイは歴史を繰り返すだけだ。悲しく惨めな戦争の歴史をな。ここで流れを食い止めなければまた俺たちと同じような兵士が必要となってくる。そうなれば悲劇という名の歴史がいつまでも続く。ウーフェ、教えてくれ。俺たちはあと何人殺せばいい。ゼロは俺に何も言ってくれない。教えてくれウーフェ。あれがまた繰り返されるというのか。ウーフェ。